号機は、新末の官僚。字は、古領。満州愛機人。たたらし、行部の非長識出身。高所11年に、賛成準部となり、オルドス地方で屯田を実施した。高所14年に、チャンス準部に、移動。チャンスー南部は、洪水の被害をたびたび受けていたが、治水事業に尽力した。高所20年、日清戦争が発生すると、 主戦論を唱えたため、生大校の評価を得て、軍紀大臣兼礼部次郎となった。高二24年、呂術の変法に反対して、公書帝を廃位することを主張したため、またも生大校に評価され、兵部省所兼教弁大学士に昇進した。翌公書二25年、南方各省に税務の監督に赴いたが、過酷な収奪を行い、世論を騒然とさせた。 高所26年、義和団の乱が発生し、義和団が北京に入ると、豪岐や丹軍王彩は、極端な排外心理から義和団の戦術を利用するよう主張した。豪岐は、超女行と共に、吉里、タクシュを視察し、そのすべ持ちるべしと報告した。こうして、昇進の細君と共に統率義和団大臣に任命され、 義和団を率いて8カ国連合軍と戦った。しかし8月に北京が連合軍に占領されると、聖大公の西安への闘争に随行。その途中に三聖省で病死。後に列強は号機を先犯に指名し、清朝に厳罰を要求した。すでに死亡しているため深く追求されなかったが、感触はすべて剥奪された。ありがとうございます。